下、真ん中、右のものをよく傾向あると会社習ったんですが、最新の研究でもっと詳しく知りたいですってことなんですが、まあ確かに、人間は真ん中とか左のものをよく見ます。なんだかというと、人間の目線って日本語とか英語とか左から右に文字を読む文化だと、やっぱり棚に並んでるものを見たときに、左から見て右に行って真ん中に戻って、それから決断を下すので、左のものは1回しか見ないけど、右と真ん中のものってのは2回見るんですよ。だから確かに真ん中とか右の方のものが手に取られやすくはなりますが、でもそれは3つの価値が同じだった場合です。この3つの価値が違う場合はこの限りではないので、はい。同じものを並べるんだったら取りやすいかもね。はい。